レゾリングなしです。じゃあ2個装着してみよう。真ん中の方がいいかな。うん、2個、1個、はい、1個でーす。3個目です。これでどのぐらいまた音が伸びるのか。はい、単発を叩く時のリズム感も変わってきますよね。やっぱ音を聞かせて変わりますね。打感も変わるし、そうね。やっぱあれだよね、同じフレーズを叩いてもなんかちょっと粒立ちというか、もう違う、ね、体感でも違うし、そうだよね、うん、結局そのリリースの長さがこうなんだろうな、叩く気分上のなんかリズム感にも影響しますね。と、うん、いうわけでプレイヤーは神田亮君でした。すごい。はい、何